鍋用のカット野菜カット野菜工場カット野菜は一定の付加価値をつける目的などから新鮮な野菜をカットして提供される製品。なお、新鮮な果実をカットして提供される製品はカット果実という。カット野菜の代表的な形態は量販店等で袋に入れられた状態で販売されているサラダやカップサラダである。また外食や内食向けに野菜を千切りや角切り、 短冊切り、乱切り等に加工した商品もカット野菜と呼ばれる。ただし、カット野菜には公的な定義がなく、統計調査では、むき玉ねぎや、新抜きキャベツなど野菜に付加価値をつける目的で、加工した商品はカット野菜とし、量販店等が仕入れた野菜の価格低減や、 数量調整を目的に野菜をカットして販売する場合はカット野菜から除外するなど一定の基準を設けて調査が行われる。アメリカの全米生鮮農産物協会ではカット野菜はバックドサラダと付加価値野菜に対別している。バックドサラダはレタスなどの浜の野菜を主体に袋やカップサラダの形態で販売されるものである。また、付加価値野菜には 付け合わせ用に、ブロッコリーや、カリフラワーなどを電子レンジで直接調理できるように、したサイドディッシュ、セロリや、ベビーキャロットなどにディップソースを添えて商品化した、大人数向けのトレイや少人数向けの軽食、食事用の準備アイテムとしてパスタなど、野菜以外の食材を合わせソースで味付けされている、調理セットなどに分類される。多機種病による調査。 2020年野菜の総括によると、カット野菜の購入理由は、料理の時間が節約できるが、最も多く、一度に使う量がちょうど、いい、値段が手頃の順になっている。カット野菜は水洗いした後、殺菌液につけてから販売されているが、例えば千切りのキャベツを約15分間水に浸した後の、ビタミン C 残存率は、 約85%で水に浸した後もそれほど減ることはないとされる。ただし、市販のカット野菜には一般的に単色野菜が多く緑黄色野菜の量が少ないものが目立つという指摘がある。冷凍加工についても冷凍野菜のビタミンやミネラルは約1年間ほとんど減少しないことが報告されており、市販の冷凍野菜は安価となる。 春の時期に出回ったものが使用されているため栄養素も多い時期のものが冷凍されている。ただしビタミン C は解凍すると溶け出てしまうため凍ったままの状態で調理した方が良いとされる。ABCDEFG 多様化する。米国カット野菜の販売農畜産業振興機構。2016年12月28日。閲覧。ABCD カット野菜をめぐる。 状況農地区産業振興機構2016年12月28日閲覧最も食べた野菜は玉ねぎ2020年野菜の総括多岐種苗。農業協同組合新聞2020年12月20日閲覧 ABCD 市販のカット野菜に栄養はあるのか専門家に聞いてみた大人さん2016年12月28日閲覧 ありがとうございます。